結局その、ストリートファイターってなんか、まあこのゲームはまだちょっと違うねんけど、やっぱ動いた方が基本的にやっぱちょっと弱くて、なんか、動かせて返す、動かせて返すみたいな。こっちも、相手が動けないタイミングで、返せないタイミングで動くみたいな、なんかそういうゲームで、基本的には。だからボタンを押すのが弱いよね。なんか、全体的に。リスクリターン的に。なんかガードが強すなるぎほど。て、そのスマブラと比べて、そのスマブラと多分一番違うのが、ガードの強さがもう、全く違うよね。スマブラ、まあ、ストリートファイターのガードの強さが10やとしたら、スマブラは多分3ぐらいしかない。だから、スマブラって、待ってる相手に、歩いて、ガードするってできないやん。一瞬しかできないやん。そう。し、なくなるやん、ガードが。そうっすね。だから、相手を画面足で追い詰めて、ガン待ちすることできないやん。でも、このゲームはそれが、できるから、状況を保持しやすいよね、スマブラより。その、位置を入れ替えるのも難しいし、その待ってる相手に位置入れ替えるのも難しいし、そのガードを崩すのも難しいから、そうっすね、そうっすね。だから、なるほどな。そのガードをめぐる攻防になんねんけど、それで、だから、DJ 的には、まあ、対空ちゃんと出して、で、ドライブラッシュは、そのガードを結構直接的に崩しに行けるから、だから今その、ドライブラッシュから壊しやっちゃってて、まあ、確かにあれ後ろ下がりに当たんねんけど、なんか、それが当たるかどうかだけの対戦になっちゃうね、それやと。そうっすね、そうっすね。それ当たったら勝てるけど、ガードされたら、リターン取れなくて終わり。でも、タッチコパンに行けば、タッチコパンから投げに行ったら、そこの相手抜けてるかどうかの、まず情報は取れるし、コパン、中パン、ジャッケーって行けば、まあ相手の暴れ潰しながら、ドライブゲージ削れるし、展開がいいよね。で、その展開を良くしながら、なんか相手を、こう、見たい。そうそう、こういう守り方してるなって。結局 DJ の本命って、あれやん、市民やん。いかに市民を最後に、押させるかっていうのがやっぱり勝ちパターンやから。そうっすね。で、その壊し中盤やとその市民を、投げを押させる展開にならないから、それが弱い。とりあえず投げ前に入ることはまず絶対意識しながらねんな、DJ は。入って投げるか、まあ入って出るかはまあ相手見て変えんねんけど、とりあえず入らなあかん、投げ前に。いやーもう。まあほんまにコンボ精度が上がればなんか、ポイント100は絶対漏れそうだな。刺し目に集中すぎてこむ。そうだね。まあここはちょっとやり込みの話になってくるね。まあ数をこなせば多分普通に勝率は絶対上がっていくと思う。何それ。あ、これあるよね、たまに。こっちがさ、ライン上げたら、あえてライン返すために、ドライブしてくるやん。そこでしゃがんどく、こっちは。ああ、しゃがんどく。しゃがんで、OD、マキシマムで返す。ああ、なるほど。結局その、ドライブラッシュしてくるって思ったら、もうこっちしゃがんどけば、あえて打てないから。その、しゃがむってことが、読みがちなんよね。DR、ドライブしてくる相手に対して。自分で託しかけた時以外でコンボができない。これしゃがむ、ここで。そしたらもう相手、ダッシュできない。これしゃがむ。あ、つながるな、これ。中、マキシマムか。ここしゃがむ。ほら。ここもしゃがむ。攻めれない相手。ここしゃがむ。ほら、攻めれない。ここしゃがむ。ほら、攻めれない。しゃがむのめっちゃ強くて、このキャラ。ら。攻めれないからそこで攻める。しゃがむ。しゃがんで歩いてくる。歩かせたら攻めれる。スルスル通るな。帰る。しゃがんでたら帰る。
回復する、しゃがむ、しゃがむ、攻めれる、しゃがむ、アイス、いやだそのしゃがむってことが読み勝ちになってる瞬間があるっていうのを理解するのが大事。あ、確かに読み勝ちになってる瞬間がある割にはリスク払ってないって、うん、そうそう、とりあえずもう相手が飛んでくるかダッシュしてくるってところはもうしゃがんだ時点で読み勝ち。だから結構困ってたやん、その、あ、ダッシュ止めようと思ったけど止めれないみたいな。そうですね、コパで止めようとしてました。そう、あ、アンランはいらん。いらんっていうか、弱い。なるほど。まず安定しない。しゃがんでるだけで、本来返せんねん。ラッシュして何もしないブレーキができる位置はどうすればいいですか、うん、その距離は、相手のドライブラッシュも弱い。あー、なるほど、なるほど。うん、だってその距離って、だ最後俺タッチ中級止めたやん、はいはい、ドライバッシュ、はいはいはい。あれはその距離。あー。だからもう相手からしても、その、ドライバッシュからの技が、到達まで遅い距離がそれ、その距離になる。はい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 、はい。だそれを出させてる時点で、基本的に相手はそんなに強い行動できてない。うん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 。やっぱり強い行動って、強いラッシュっていうのは、見てから止めれない、通常で見てから止めるのが難しい距離のラッシュが強いから、はいはいはい、しかもその距離っていうのは飛びもジャンプ攻撃も届く距離やから二択みたいになってるの、うんうん、でそれをどっちも返せるのがしゃがんで OD マキシマム。なるほどなるほど。だそれ以上遠い距離ってまずそもそも飛びも届かんし、確かに確かに、うん、みたいな感じ、まあ、先端で、まあ、中足とか当たるかなぐらいですよ。ね、先端、そうね、ジャンプ周期が当たるかなぐらいの感じ、あんま強くない。うん、そっから投げに行くタクとかもなくてみたいな。そうそうそう、ガードしたらしのげて、そうそう、先ほど触られても、そうそう、密着にならないしみたいな。なるほどなるほど。この足だけ弱いっていう。だよくあん、うん、だ今のところそのタケラの負けパターンがまず初手取れるやん、はいはい、取ってコンボに行って端に追い詰めた後に相手はその端から逃げようとしてリターン取ろうとしてくるやん、はいはいはい、そこで、ダメージ食らっちゃってるのに。まあ、そうっすね、そうっすね。さっきのジュリトス戦とかそうで、だドライブゲージがない状態で、相手のカウンターを食らって、せっかく最初のダメ、最初にその、コンボ決めたのに、うんうん、逆に不利な状況になってるみたいな。うんうんうん、だそれは結構このゲームの負けパターンで、はい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 。かなり気をつけないといけないよね。うんうんうん、だ相手がその、どうやってラインを押し返してくるかっていうのは、めっちゃこのゲーム見ないといけなくて、うんうん、さっきの10位の人はそれがドライブラッシュやったから、俺がしゃがんでるだけで困ってたってこと。なるほど、なるほど。うん。まあ、それも相手次第みたいなとこも。あ、もちろん。あるっちゃあるけど。まあ、ジュリーみたいなキャラはラッシュ強いから、まあ、そうなりがちっちゃなりがちっすもんね。でも基本的には相手追い詰めて、しゃがみため作るのはマジで強い。なるほど。例えば、剣とかって、中足ドライブラッシュで、はい。返してくるやん。はいはいはい。あそこも、チワシガードした後に、ドライブラッシュ見てから、OD、マキシマム打てば、今日でリスクないから。相手がコパンやってきた時だけ、恋愛になって、それ以外全部返せるから。あ、まあ、インパクトだけ負けるから。まあ、基本、ほぼ全部勝てるから。なるほどなるほど。めっちゃ大事で、それを返すのがちゃんと。で、相手3ゲージなくなって、また赤目足行くから。確かに確かに確かに。うん、でそこで食らっちゃうともう、逆に、ピンチになっちゃうから。入れ替え食らうっすもんね。そう。なるほど。